古代王子の一社、滝尻王子本項目では、和歌山県田辺市市内、旧中辺地町域内に所在する九十九王子について述べる。九十九王子とは、熊野古道、特に黄色、中辺地沿いに今する神社のうち、主に十二世紀から十三世紀にかけて、皇族、貴人の熊野参りに際して、先達を務めた熊野主元の手で急速に組織された、一軍の神社を言い、 産経者の守護が祈願された。しかしながら、上級三年の上級の乱以降、系からの熊の参りが下火になり、そのルートであった黄色が衰退するとともに、後輩と退転が進んだ。室町時代以降、熊の参りが、かつてのような卓越した地位を失うにつれ、この傾向は一層進み、近世紀周半の手による検証も行われたものの、勢いをとどめるまでには至らなかった。 さらに、明治以降の神道の国家神道化とそれに伴う、孔子、死街化による廃絶などにより、旧社地が失われたり、否定地が不明になったものも多い。本記事では、これら99王子のうち、否定地が和歌山県田辺市、中でも旧中辺地町域に推定される王子を扱う。大阪本王子そばの長石どば中辺地のうち、滝尻から本宮までの区間の王子には、 以下のような特徴的な意向が見られる。一つは、緑泥変換の石踏みである。前述のような事情から、江戸期にはすでに多くの王子は廃絶し、跡地の実となっていたものがほとんどであった。それらの王子を検証するために、教法八年、当時の奇襲藩が増留したのがそれらの、緑泥変換碑である。大門、日、蘇原中野川、小広。 イノシシュ花などに残された石踏みを今日でも見ることができる。もう一つは、流門岩製の長石外場である。長石外場とは、一般に、山地の寺院への参道日丁ごとに建てられたもので、同票の役割を果たした。自然石を転用したものもあるが、多くは五輪外場または、傘頭場の形式をとり、上部に、本尊の盆地、下部に、町数。 側面や背面に増流年月日や干渉面が掘られる。天人2年の藤原宗忠の三景記には、本宮までの町数を示した外場の存在に言及があるが、これは木製のものであったようだ。現存する長石外場は、様式からして鎌倉時代後期のものとみられ、上級の乱後に荒廃した熊の三景道の整備を、鎌倉幕府が幾度か行った際のものである。 今日その姿を見ることができるものは、その時期に建てられたものであるが、現存するものは少ない。品質する資料については、以下のような略号で示す。田辺市中辺地町域内の九十九王子は十三社。滝尻、大門、十条、金路、源、杉桜、中川、岩上、湯川の各王子は、国の史跡、熊野山景道の一部である。 赤義越のうち、依存状態の良好な部分が同じく、中辺地の北軍舎市と共に、史跡、熊野山啓道の一部として、追加指定された。不審王子、非不審王子は、滝尻王子の後輩にそびえる建山への急坂の、途中、最初に出会う王子である。不審王子の名は、中世の記録には登場しない。江戸後期の知史、行動期での記述が、資料上の書室である。 そこでは、ネジ内氏、ネ、ね、ズ王子と呼ばれる、少子氏についての記述があり、不審の字を当てるとしているが、その存在は、不明確である、ともしている。俗風土器は、はっきり廃止と断じており、滝尻王子に行使されていると述べている。大門王子は、高原集落から十条峠へ向かう参道の右手に、ある。愚痴や、中愚に言及はなく、道中痴に、 社殿らしとしてこの王子の名が登場するのが、資料上の書室であることから、中世熊野参り以後の時代に建てられた王子と見られている。大門の名の由来は、この付近に熊野本宮の大鳥居があったことによるという。以前は、見事な松の大木があったが、松食い虫の食害で枯死し、切られた。その後、朱塗りの社殿が建てられ、長石外場と、 緑泥変換碑はその背後に隠れてしまっている。定下、宗ただの三景気、さらに古くは、象元の、伊保主も、この付近に、水のみかり宿所ないし山中宿なる宿所に触れているが、大門王子付近にあったものと見られている。十条王子非十条王子は、大門王子から2キロメートル余り、上側への上りに差し掛かる十条峠の付近にある。十、寺氏王子と、 稀に記されるが語気である。中世三景期には、重点の地名及び重点王子の社名で登場し、中期10月24日上に宇宙に重点を通過したとあり、王子の名は、愚期10月14日上に所見する。また、上限三景期4月30日の上では、重点源で昼食をとってから王子に参景したとしている。 重点の名が十条に転じた理由は明らかではないが、時期としては、江戸時代以降のことで、金族風土記には、十条王子社系大衆三十軒、とある。江戸期には茶店などを営む、小集落が近辺にあり、王子神社として祀られていた。明治時代以後は、尊社とされたが、1908年春日神社に合祀され、社殿は撤去された、1970年代初め、 頃までには、集落からも住人が退居し、一帯が竹やぶに返していた時期があったという。大阪本王子非大阪本王子は、大阪峠の麓にあることから名付けられたとみられる。大阪峠は、近路側から登るには相当の急坂であることから、古くから大阪と呼ばれており、ためふさ三景記10月7日上に、大阪の草案、中浮き10月14日上に、 大阪本王子の地名が登場している。江戸時代には、大阪王子、愛坂王子とも記され、俗風土器には、社殿はなく石踏みのみとし、三行記より大阪本王子の跡地と推定しているが、熊野参り機構には、勝者ありと述べられている。1909年に、金炉の根の神社に行使され、廃絶。俗風土器は、大阪王子と記された石踏みがあったと伝え、 熊野参り気候は、調子があったとしているが、いずれも、明治末年以降、行方が知れない。現一定地に残されている、笠さ場は、他に見られるものと同じく、鎌倉時代後期に造立された長石外場である。ひそ源王子ひそ源王子は、近路道中から約2キロメートルほどの国道沿いの、土手の草むらの中にあり、緑泥変岩の石踏みのみが残されている。斜子があったあたりは、 次植林地になってから時間が経っており、痕跡は見出せない。道中からは茶屋坂を登って国道に一度合流し、楠木のやまさかを登ってゆく。ひそげ王子の名は、ぐきや、熊まの演技に見られるが、早い時期に退店したようである。原文4年の三景記熊まの巡りには、近隣の住人に尋ねても、その由来を知る者がいなかった、と述べられている。この近くには、 手枕松という松の名木があったと伝えられ、江戸時代の文人の寄候文の類では、こちらの方がむしろ関心を集めていたようである。中の川王子日中の川王子は、杉桜王子のある、野中集落を出て、高尾水道口を過ぎて間もなく、国道の側方の山中にある。九市には、紀州藩の緑泥変案碑があるばかりである。 中雨期10月24日上には中野川狩谷の名ですでに登場しており、愚期10月14日上に中野川なる王子の名が挙げられている。王子期には中川、俗風土記には中川王子期とあり、金世には中川、中川と表記された。金世には同中期に社がないと述べられ、俗風土記にも同様の記述がある。年には紀州藩が 緑泥変顔の石踏みを建てたが、石踏みだけしかないことから、1909年に、コンピラ神社に合祀された、昇降王子碑。上部が欠損し、王子の文字の跡も薄れている。昇降王子は、中の川王子から続く、小さな峠にある。中浮き10月25日以上に、中の川王子に、砲兵の跡、小平を、大平を経て、岩上峠に向かったとし、 具器も、中の川の次は、イハシンと述べている。いずれも王子者の存在は述べられておらず、成立はその後と見られる。同中期に、小疲労なる王子の名が登場するのが、資料上の書室だが、すでに社は失われていたという。奇襲藩が、緑泥変顔日を立てたが、1909年に、金土のコンピラ神社に合詞廃絶された。 1899年及び1930年と二度に、渡る県道の道路改修で、小広峠の道筋が大きく掘り下げられたことにより、跡地は消滅し、石踏みも現在地に移された。石踏みは、上部が欠損しており、下部の王子の文字が、わずかに読み取れるのみの状態である。熊、瀬川王子、低馬瀬川王子は、昇降峠を下って、熊、瀬川を渡り、 わらじ峠へ登る、道の傍らにある。地名としての熊瀬川は、上原3景気5月1日上で、熊瀬川で昼食を取ったという記述に見られ、寒気3景気11月5日上には、勤労立ち、やはり熊瀬川で昼食を取ったと述べられている。しかし、熊瀬川王子の名が見出される資料はわずかに、熊の演技一遍に過ぎず、 王子間の平均的な距離は2トルから3トルほどあるが、昇降王子からの距離は、せいぜい1トルほどしかなく、設立年代も含めて疑問が残る。熊瀬川とは、もともと昇降峠一帯を、源流域とする谷川だが、同時に、わらじ峠の登り口一帯を指す地名であって、その旨が原文4年の熊の巡りに明言されている。また、俗風土器では、 小名熊瀬川は、昇降峠にありとしている。これらから、昇降王子と、熊瀬川王子は同一の王子の可能性もある。岩上王子、非岩上王子は、中ヘチの難所として知られた、岩上峠に佇んでいる。熊、瀬川を渡って、わらじ峠を越え、そこから坂道を下って、土地の川の河原にたどり着く。この土地の川は付近に、 土地の木が多かったことから名付けられたといい、中浮きにも、宮古千の谷になる記述がある。この辺りは険しい道として知られ、しかも密生した樹木から昼が降ってくるとして、昼降るや百八丁などと呼ばれた。江戸時代頃から、この谷を挟んで両側の峠への坂をそれぞれ、女坂、男坂、両方を合わせて目音坂と呼ぶようになり、これにちなんで、河原にあった茶屋は、 ナコードジャヤと称されたという。江戸時代後期に、ここを旅した文人の関心を引いたようである。土地の川の河原から、ところどころに石畳の残された男坂を登ると、小さな霧通市場の峠の北側に王子市がある。中期10月25日上には、石神の王子の王子に参拝したとの記述がある。この時、近くに、地方から熊の参りに参る。 途中の猛者がうずくまっており、胸ただは食料を与えたと述べている。王子の名は、武器には、伊波神、憲法三浮き器の三景器には、石神とあり、岩神の表記が定着するのは、江戸時代以降のことである。江戸時代中期、享保、原文年間の頃までは、かやぶきの少子が祀られていたが、完成の頃には破損して扉もなく、囲い板も失われていた。 続風土器が編纂された江戸時代後期には、社も印もない旧詩と化しているにもかかわらず、毎年祭日になると新種が備えられていたと述べられている。明治期になってからの合資廃絶も早く、1877年に床は王子に合資されたことに加え、峠道が廃道になったことから、長らく所在地が不明になっていた。しかし、1965年に、 同湯川林道が開かれて近辺の山林へのアクセスが容易になったことで峠越えの旧道がまず確認され、ついで1960年代末頃から西立の調査や中辺地町の関係者の努力により王子の位置が明らかにされた。湯川王子は岩上峠の麓、湯川川の県流域の谷間にある。ためふさ三景気は3階の手前に内湯川なる地名を 記している。王子の名の所見は、中央期10月25日以上の、内湯山王子、愚期10月15日以上にある、大子湯川で、この頃に、湯川王子の名が定着したとみられる。三景の途上、宿泊や休憩をすることが多く、皇族、騎進の宿所が設けられた。湯川一帯は、戦国時代に、五ぼ平野を中心に、 紀難に威勢を誇った床和氏の発祥の地とする伝承があり、欧三34年に足利義満の側室、北野殿が参詣した際には、奥、床和氏を名乗る豪族の一党が兵を従えて、節遇を行っている。江戸時代には、本宮の床和と区別するために、道床村と呼ばれ、王子は、若い地王子者として祀られた。明治期には、王子神社と呼ばれ、 住人たちの氏神であったが、明治末年に社殿を残して、コンピラ神社に合祀された。道湯川村はもともと山中の変地の小集落で、明治に入っても和歌山県内唯一の義務、教育免除地とされたほどであった。加えて、国道311号が、三越峠の剣道を避けて敷かれて交通路から取り残されたこともあって、住人の退去が進み、百五十六年には、 無重の地となって、社地も廃墟と化した。現社殿は1983年に再建されたものであり、以来90人たちが採祀を取り行っている。復元された三越峠関所湯川王子を過ぎてから 1km ほどで三越峠である。ここから熊野参傾社は熊野の新域の核心へ踏み込んでゆく。この峠は、 古くから、口熊野と奥熊野の境界とされ、近代においても西室郡中平地町と東室郡、元宮町との境界であると同時に、言語アクセントの境界でもある。中世には石書が設けられ、往来を統制し、赤線を徴収したほか、江戸時代の三景期には茶店が設けられている様が描かれ、大正時代まで続いたと伝えられている。しかし、明治以降、 県難な岩上峠、三越峠を避けるように、主要交通路が付け替えられたことからさびれた。今日、中世のルートが通行可能なのは、中辺地が歴史の道に指定されたことに伴って、文化庁の補助金により再整備されたことによるもので、ある。中世の三景道は、三越峠から大東川源流部の渓谷沿いに、下るが、近世には、尾根道自体に、 約6キロメートルほどで湯の峰に抜ける赤木越という感動が使われていた。苦難に満ちた道を行くことに信仰上の意義が見出された中世と異なり、早くは室町時代の頃には熊野三景道はしばしば容易な通行が可能なルートに付け替えられた。赤木越もそうした例の一つで、本来はそま道であったものが転用された道であった。 今日では、赤木越の道の三越峠よりに崩落による通行不能箇所があるため、大人市川河国沿いの船玉神社付近から付け替え道をたどって、尾根道へアプローチすることになる。尾根道を進み、県上茶屋跡に着く。江戸時代の三景気、熊の巡りには、赤木越には四箇所の茶屋があると記されており、その一つと考えられている。ここから、尾根道を登り、 一辺承人伝説がある、鍋割地蔵を過ぎ、音なし川と栗掛内谷の分水嶺を緩やかに下って、柿平茶屋跡に着く。ここは、江戸時代の複数の三景気に見られるところで、前日の熊野巡りのほか三熊野三景道中日記、熊野参り気候などの例がある。しばらく進み、湯の峰の方向を示す、指の形が刻明された。 自然石道標の傍らを通り、うばめがしや松の多い自然林の中の折れ道を進む。行き倒れの旅人を祀った墓石を横に見つつ、小石を敷き詰めた石畳の道を経て、地獄坂と呼ばれる坂を下りきって一辺、商人爪垣石踏みの脇に降り立つと、湯の峰温泉である。ありがとうございます。